来月村田町で開催されるアジアロードレース選手権を前に大会関係者が村井知事を表敬訪問し開催を PR しました今日はスポーツランドスゴーの遠藤航社長とレーシングチームの監督らが県庁を訪れ村井知事に大会の成功を誓いましたこのレースの楽しさを、ねあのまあ、宮城やもちろん全国の方々にです、ね、これから伝えられるように頑張っていきたいなと思ってます 開催期間中は、国内外からおよそ6000人の来場が見込まれていて、村井知事は大会の誘致が観光の活性化につながると期待を寄せました。